なあなあ、コスパ最強のテント買っていい？今のテントで十分だから買いません。こんにちは、キャンプ道具紹介のうぱぱです。今回のフォロワーさん3万4000人以上に聞いた質問はコスパ最強のテントを教えてくださいのランキングです。皆さんキャンプ道具って結構金かかりますよね。あれもこれも欲しくて揃えていくと出費もどんどんかさみます。しかもメインのテントとなるとお値段も高くなりがち。ほんとキャンプ道具にかけるお金気にしなくていいのは宝くじに当たった人だけですよね。3000万円当たらなくていいから、30万だけでいいから当たってくれ。あ、すいません、心の声が出ちゃいました。我々庶民キャンパーはキャンプ道具にかけられる予算も限られてきてますよね。というわけで今回はコスパ最強のテントを現在3万5000人のフォロワーさんにアンケートをしてたくさんの方にご回答をいただきました。その中で僕がまた厳選をしておすすめトップ10をランキングです。今回のおまけパートはコスパが良くてタイムパフォーマンスがいい、つまりタイパがいいテントを一つご紹介します。おまけパートは動画の最後に言いますのでぜひ最後までご覧ください。それではまたしました。ランキングの発表です。みんなが選ぶコスパ最強のテント第10位は DOD のワンポールテントです。ランキングは10位ですが、コスパという点では個人的には一番おすすめのテントですね。なんでか、それは8人も入るこのワンポールの L サイズでお値段が 34,580 円。この価格は定価、まあ、参考価格なんで Amazon とかで見ていると結構値崩れしてますんで、 DOD さんの安いワンポールテントがいいというのであればぜひまたご検討ください。このテントはポールが1本だけで立つテントで、中はメッシュのインナーテントなんで冬以外はおすすめのテントです。ただですね、8人用っていうことなんですけれども、画像を見るとこれ見てください、すごい寝袋の並びですよね。家族で使うときはこの8人用のテントに1家族だけで使うのがいいと思います。すいません、大人数の家族の方、すいません。あとですね、以前キャンプの忘れ物何しましたかっていう質問した時に、ワンポールテントのポールを忘れたことがあるとコメント数件ありましたので、このワンポールテントを購入した方はちゃんとポールを忘れずに持っていきましょう。さあ続きまして、コスパ最強のテント第9位はこちら、コールマンのタフスクリーン2ルームハウスです。ファミリーでのテント選びは失敗したくありませんという人はもうこれを選んでください。誰もが知っているキャンプ界のメガブランドであるコールマンさんから出ているこのテントは餃子の王将の餃子と同じぐらい完成度が高いですよね。餃子の王将に行って餃子を頼まない人がいないように、スポーツオーソリティ西宮今津店に行ってすぐに店長タフスクリーン2ルームハウス1人前くださいって言いますよ絶対。このテントは2ルームテントなのでリビングスペースと寝室スペースに場所が分かれていて、リビングスペースはゆったりとくつろげる空間が確保できちゃいます。リビングスペースは状況に合わせてメッシュにしたりオープンクローズと調整ができるので、暑さや寒さの調整も簡単にできます。あとはもう雨風しのげてオールシーズン全天候に対応しているので、一年中いつキャンプに行っても快適に過ごせますよね。これからファミリーキャンプを始める人が最初に買うテントとしておすすめです。デメリットといえば無難なテントすぎてキャンプにハマった人は他のかっこいいテントが欲しくなります。ちなみに過去に憧れのテントナンバーワンというアンケートを取ってますので、そちらもまたご覧ください。さあ続きまして、みんなが選ぶコスパ最強のテント第8位はこちら、スノーピークエントリーパック TT。 高品質なのにお値段が抑えられるテントありますかと、キャンプ場にいる100人のベテランキャンパーさんに聞くと427人はいやそれはスノーピークのエントリーパック TT やでって答えるはずです。コスパイコール値段が安いっていうことで手を出してしまうと、壊れたとか生地が薄いから寒いとか壁の結露がべしょべしょでもうキャンプが嫌っていう感じになっちゃいます。もうそうなったらどうしようっていうニモのお父さんの周りんくらい心配性の方は、この安心感のあるスノーピークのエントリーパック TT がおすすめです。このスノーピークのエントリーパック TT はテントとタープがセットになっているコスパに優れたセットです。付属のタープもおまけ程度のものじゃなくて、しっかりとした製品のタープがセットされているのはさすがのスノーピーククオリティですね。タープもテントも持ってない人には一度で両方手に入るエントリーパック TT っていうのが圧倒的におすすめですね。でももうタープ持ってるよっていう人はテントだけのアメニティドームっていうのがいいですね。この組み合わせさっ
強にかっこいいですよね。このテントのデメリットがあるとすれば、ちょっと変わったベテランのスノーピーク大好きキャンパーさんから、あなたのテントはスノーピークのこのエントリーモデルのテントなんですか、僕はね26万円のグランベルクだけどねっていうマウント取られるので、それがデメリットですね。さあ続きまして、みんなが選ぶコスパ最強のテント第7位はこちら、キャプテンスタックのツールームドームテントです。我らが庶民キャンパーの味方、鹿番長のキャプテンスタックさんから出ているツールームテントなんですけども、なんといっても一番の魅力は圧倒的な価格の安さですよね。このツールームテントいくらだと思いますか？ツールームテントだから6万円ぐらい？ブー、なんと今なら34,400円でした。いやそれ安すぎひん？それ絶対品質悪いで。いやこのテント安いからっていうわけじゃなくて、雑な作りじゃなくて十分キャンプを楽しめるクオリティは確保してくれます。でも素材自体はいいものを使っているかというとそうでもなくて、いや君誰？ポールはグラスファイバーであったり70デリンの薄さであったりと価格は抑えられているということですね。いやそれ安かろう悪かろうやん。いやいや使えないからっていうとそうでもなくて、一日中警報レベルの大雨が降っているともしかしたら雨漏りはあるかもしれませんが、初心者の方はそこまでの性能を求めていますかっていうことです。もうとりあえず手軽にキャンプを楽しみたいって人は大満足できるテントです。あ、じゃあ買います。すいません茶番失礼しました。さあ続きまして、みんなが選ぶコスパ最強のテント第6位はこちら、サバティカルのアルニカです。もう人と被るのは嫌、でも費用を抑えたいっていう人には間違いなくこれアルニカです。テントはいろんなキャンプのメーカーさんから出てるんですけども、キャンプ場で見かけるのは神経衰弱かっていうくらい同じメーカーのテントが並んでいることが多いですよね。お昼はいいんですけど、夜お酒飲んだ後に人気のキャンプ場だとトイレに行って自分のテントに迷わず帰ってで来れるのは麻薬犬くらいですよね。このテントならそんな悩みを解決してくれます。できるだけ安く抑えたいっていうのが人間の心理ですよね。そんなかっこよくて値段が安い、そんな都合のいいテントがあるかって？あるんです。価格も抑えられていて他の人と被りにくい、そんな欲張りなあなたにぴったりのテントです。アルニカは広々としたトンネル型でゆったたりとくつろげるファミリーキャンプにはぴったりのテント。ただですね、残念なことに抽選販売ですので、この88,000円、この以外は転売ですんで、皆さんご注意ください。さあどんどん行きます。みんなが選ぶコスパ最強のテント第5位はこちら、フィールドアさんのトンネルテント620、大型のツールームテントです。皆さんフィールドアっていうメーカーご存知ですか？コスパがいいのでめちゃめちゃ有名なんで、名前だけは覚えて帰ってください。お値段がインナーテントがついて 27,500円、これめちゃ安くないですか？それでいてメッシュにできたり跳ね上げすることもできます。色もライトグレー、ダークブラウン、カーキ、ライトベージュと4種類から選べます。Amazon や楽天から購入できますんで、とにかく安いっていうのがいい人はこの動画見た後にもう即ポチですね。さあお待たせしました、みんなが選ぶコスパ最強のテント第4位はポールアース、アースデュラダブルルーム SC、 すいませんこれちょっと名前難しいですね。こちらがですね、皆さんキャンプでめちゃめちゃ悩ましい問題ありますよね。そうです、虫問題です。皆さんどうしてますかと。え、蚊取り線香のみですか？それはまさにもレベル3でラスボス挑みに行くぐらい無謀ですよ。じゃあもうどうしたらいいねんっていう対策が面倒っていう人に朗報です。なんとこのポールアースさんのテントは初めから防虫対策されてるんですよ。あの蚊取り線香で有名なアース製薬とだけじゃないテイジンのテイジンフロンティアが共同開発した虫を寄せ付けなくする繊維を使用したテントで、虫が寄ってこなんですよ。虫が寄ってくるどころか逃げていくって感じですかね。これなら虫嫌いのご家族でも安心してキャンプに出かけられますね。 3,4 人用のテントで熱くなるのを防ぐシルバーコーティング、ファスナー部分には雨の侵入を防ぐレインブロッカー、風の冷気を侵入を軽減するウィンドスカートもついてて、メーカーウェブページでは 97,900円ってなってたんですけども、楽天とかでは半額以下になってますんでチェックです。もう一度言いますよ、半額以下です。ぜひ概要欄をチェックしてください。さあ続きまして、みんなが選ぶコスパ最強のテント第3位はこちら、タンスの弦です。他にも収納家具とか売ってそうなメーカーさんなんですけども、このメーカーさん収納家具以外にもベッド
ットやリビング用品のものであったり、ペット用品や生活家電まで揃えてるんですよ。楽天のサイト動画でもよく見ていて、僕何度かこのランスノーゲンさんのものを購入したことがあります。そうなんですよ、比較的安い製品が多いブランドさんですね。つまり海外から仕入れに定評があるブランドさん、そんなメーカーさんのテント、エンドレスベースっていうブランドのこのツールームテントはコスパがいいのはもちろんなんですけども、広々とくつろげないのは嫌だっていう、そんなのび太くんばりのわがままを叶えてくれるのがこのテントです。インナーテントの幅が310センチと大人5人寝ちゃいますし、高さもあって腰が痛いお父さんも安心です。お値段がなんと 36,999 円、ドラえもんもびっくりのコスパ最強のテントです。じゃあこのタンスのゲンのエンドレスベースっていうのを思い出したんですけども、僕キャンプ市っていうキャンプのイベントの運営をしてるんですけども、前回のイベントですね、夜片付けしているとピクニックエリアにポツンと一つテントが残ってるんですね。もうそこで誰もいないはずなのにテントが残ってる、怖いなぁ怖いなぁって近づいてそのテントを見ると、なんとエンドレスベースって書いてあったんですよ。日本語に直訳すると常にある基地、常にある基地、もうそれエンドレスベースやんと。さすがにテント忘れへんやろと思いましたけど、中を覗くともう誰もいないんで、さすがにずっとあるのはまずいので回収して洗って乾かしたんで忘れ物として扱いました。ですのでエンドレスベース購入した方は忘れずに持って帰ってください。すいません、電気つけます。さあ続きまして、みんなが選ぶコスパ最強のテント第2位はこちら、ワークマンです。これは庶民の味方でコスパのいい商品を量産しているワークマンさんなんですけども、最近めちゃめちゃキャンプ道具にも力を入れてるんですよ。テントの機能を必要最低限に削ぎ落として、あっ圧倒的な価格でこだわり抜いたテントはコスパ最強です。これはキャンプ YouTuber 福さんもご協力してくれているテントで、5000円以下で手に入るソロ用のテントはこれはマジでおすすめです。ちなみにワークマンさん、最近ソロ用のテントをいっぱい販売してるんですけども、以前展示会にご招待いただいた時に聞こえた話なんですけども、次はソロテント以外にもファミリー向けのテントを頑張って作るって言ったみたいですね。ファミリー向けのテントも楽しみですね。ワークマンさんの未発売新作テントは別動画にまとめています。また見てください。さあも出しました。1位発表の前に、今回だけでいいんでいいねチャンネル登録お願いします。いや本当にもう今年中に1万人チャンネル登録したいんですよ。ポチッとお願いします。1位発表の後のおまけパートは、コスパも良くてタイムパフォーマンスの良い、つまりタイパが良いテントを一つご紹介します。おまけパートは動画の最後に言いますので、ぜひ最後までご覧ください。みんなが選ぶコスパ最強のテント第1位、これね衝撃ですよ。ツールームテントで、皆さんツールームテントですよ、家族用のテント、これのお値段さっき言いますね、衝撃です。セールの時だったんですけど、なんとこれ5500円です。もうおいおい、どこぞのブランドやねんって思ったかもしれないんですけども、なんとこれ Amazon ベーシックのテントです。 Amazon のプライベートブランドですね。皆さん Amazon で乾電池を買う方はこれ見たことがあるかもしれないんですけども、安心の Amazon ブランドです。この Amazon ベーシックにはなんとテントも発売されていて、このテントがコスパ最強なんですよ。なぜかっていうと、5人用のツールームテントが1万円ちょっとで手に入ります。しかもセールだったらもう8000円とか5500円とかかなり安くなってますんで、ぜひ気になる方は概要欄のリンクから現在の価格を見てください。配送をしてくれてこの値段おかしいですよね。さあお待たせしました、おまけパートです。コスパもいい、タイムパフォーマンス、タイパもいい製品はこちらの DOD のワンタッチで立てれるテント、我が家のテントです。以前僕の動画では何度も登場しているテントなんですけども、ワンタッチで3秒で開きます。ポールとかも入れなくていいですし、引っ張るだけでいいと。もう38,500円と安いですし、設営を簡単にしてキャンプをもっと楽しみましょう。最近 S サイズと M サイズも登場してますんで、気になるなーっていう方は DOD さんのホームページで見てください。テントはいくら支払うことを考えるのも大事なんですけども、キャンプの時間を大切にしましょうと。今回のキャンプ道具紹介は以上になります。次は5000円以下で買えるキャンプ道具ランキングとか見ていきませんか。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。エンドレスベースは忘れずにお願いします。